はいどうも、翔平デビです。本日は、クロスボーベースボールショップに来ております。今回はお店の一通り全部ね、見ていきたいと思います。行きましょう。まず、一番奥まで来ました。で、まず一番目に入るのがやっぱこのスパイクなんですよ。スパイクとかシューズコーナーなんですけど、まあ、この辺はね、シューズなんですけど、なんだこれっていう、バッシュなんだこれはっていうね、 3G どうする？がっつりバッシュじゃないですか。バッシュがこれは、こういう靴もいきなりちょっとパンチがあるな。しょっぱなっていうね。これマサさんランニングとかで履いたら足首ひねらなくていいんじゃないですか。そうですね、マサさん。どうする？マサさんスニーカーもある。そうで、これか、僕気になったんですよ。これなんだっていうね。これあのヌバックタイプのね、ザナックスのスパイクなんですけど、はい、ブロックソールですね。はいはいはい、26センチはい、なってます。で、お値段が14,080円、税込みです。はい、なんですけど、どうですか？軽いんですよね、っていうか。あ、そうですよね。ザナックスのヌバックって、僕、高校の時一時期履いてたんですよ。めっちゃ軽いですよ。めちゃくちゃ軽いっす。これいいんじゃないですかね。これサイズがあればね。はい。で、僕は、でも赤っていいよね。そうです。赤に黒って、なかなかないなって思って。ね、映えますよ。赤に白だったら結構あるじゃないですか、うん、白と赤なかなか見たことないなっていう。これいいっすわ。これなんかさ、いや今年はやっぱ去年かぐらいからね、白になってますけど、白スパのコーノエ。そう、これは デサントのコーノエなんですけど、普通に履くじゃないですか、はい、これ普通に履くじゃないですか、はい、で履いた後にこの靴紐だけじゃちょっとフィットしないと、はいはいはい、いうことでこの両方のベルトをこう引っ張ることで、ここにベル、この中にベルトがあるんですよ。はい。クロス引っ張ることで、このかかとに、このかかとがね、この部分がかかとに、こう、しっかりこう、ガンと、抑え込まれて、フィットすると。はいはいはい。走りやすくなる、パフォーマンスアップするっていう、スパイクになってます。はい。で、この白があるんですけど、真っ黒もある。草野球人用っていうか、そういうのがない2色のタイプもあります。はい。はい。これいいよね。そうですね。ポイントも確か出ましたよね。うん、あるある。で、なんか13,600円プラス税となっております、はい、で、ニューバランス見て、ニューバランスの黒がある。激渋いな。で、この中見て、中中はデジカモみたいな、はい、柄になってますね。ここもともとこう、なんかピーカーじゃないけど、アーテ側みたいなのがついてる。ついてますね。という感じで、スパイクコーナーはい以上です。そしてお次こちら、ペンソックス系です。はい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 。ソックス系はまあ真っ白からちょっとカラー入ったやつから、うん、はい。これあれじゃないですか、プレスサーブの。今夏なんであれですけど、ほらめちゃくちゃあったかいやつじゃないですか。そうなんですか。正直わかんないですよ、僕この辺わかんないんで。はい、選手交代。はいはいはい。まあグローブオイルは僕だろうということで、はい、まあこちら僕が使ってるのかな。はい、まあ今あるのはこれとこれですね。おー、ウィルソンのコンディショニングオイルとグラブワックス。まあ止める系、グリップ系で、こっちがサラット系、スクワラン入ってる。僕はこの2つはすごいいいなって思ってるのと、これかな、唾液効果。これ持ってないんで気になるんですけど、どんななんだって。誰の効果なだけだから。効果ね。誰のじゃあ効果なだけだ。で、あとはこれ何。あ、これあのムートンですね、ザナックス。へぇ、ザナックスムートン。はい、まあ横にサンタさんの手みたいな。本当だ、ムートン。ハイゴールドよくあるね。そうですね、面白いですよね。もうこれやっとけば、だってもう僕もこっちタイプなんですよ、ムートン。まあ大変なんで。確かにこっちタイプあったら一気に。ちなみにさ、1個聞いていい？はい。こういうムートンとかこういうのってへたってくる時ある？あー、ずっと使えんの？ずっとそれ1個買ったらずっと使えんの？いや、さすがに物なんでずっとは無理っすね。どうなって買えなきゃなっていう状態になるの？自分まだそこまで使ったことないんであれですけど、やっぱでもオイル含まれてくじゃないですか、どんどん、うん、で、ペタッとしてくると思うんですよ。あー、立たなくなってくるとか、うん、そうなったら交換じゃないかなっていう。なるほど。はい、これ柔らかくなるやつです。出ました、それ。あの、リキッドオイル。うん、これを吹きかけると、はい、あの、あれでしょ、柔らくなると。そうです。グローブが畠山の推奨です。畠山のミットはこれ使って柔らかくしてください。おー、湯もみとか一切しないでこっちでやってくださいっていうような商品ですね。あ、じゃあ湯もみとかなしで SF4 かけて、それでスチーム、スチームするなり、まあ揉むなり、揉むなりすればいいとっていう感じですね。
まだあと持ってるのがこのジェルタイプのオールインワングラブジェル、ザダックス。およく見る、超おすすめです僕の。よく見る、はい。で新商品が出たんですよね。これもジェルなんですけど、アミノ酸誘導体ハイド。あ、もうジェルタイプなんで食べちゃダメですけど、ペロッとできたはずです。何それ。あのよく小林誠司選手とか戸柱選手とかかな、何これ。キャッチャーの爪です。ナイターでキャッチャーあのやるとなかなか指が見えないじゃないですか。それ用の蛍光の爪です。すごいね。ネイルシールか。へえ。曇りの日とかも結構いいんじゃないかな。確かすごいね、こんないる指。いや、一個一個付け替える。あ、そういうこと。サイズは違うんですよ、これ。ちゃんと親指用だったりとか。本当だ、サイズが違う。すごいね。はい。へえ。これもなんか一回他のメーカーさんの使ってたことあるんですけど、果たしてまあ僕が使ってただけなんで、あのレビューは全く分からないですけど。なるほど。はいはい、はい、僕も思ってますよ。ジャックスフィットのシャツ。はいはい。で、ここにアップルームが、はい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 、めちゃあるよ。めちゃめちゃ量あるよ。超山積みっす。やっぱアクティブルームいいからね、うん、やっぱもうプロの選手ももう200人以上来てますから、はいはいはい、もうね、2,3 年前はね100人以上来てますったけど、もう 200-300 人来てますから、はいはいはい、はい、見てください、見てください。あ、見たことあんな。誰かも来てんな。誰か来てんなこれ、はいはい、しかも音坂選手、音坂選手もアクティブルームのほぼ最初に来た野球選手ですから、はいはいはい、はい、それとまあ僕が来てんと同じやつ。やっぱ縁がありますね。そうですね。そしてグローブが IP セレクトっていうね、これすごい選手が借りてるんじゃないですかかな。もう何でもありますよね、野球場。そうですね。とりあえずここに来れば素通りの野球動画を全部撮ろうといった感じで、はい。そして急遽ここであのお店の方からとあるね新しい機械が来たということで、何やるんですかって聞いたら、なんかシャツにプリントをするんだけど、なんかカラープリントができると。このシャツとかにさ、よくこうやんじゃんこうやってやるじゃないですか。はいはいはい。なんもない。なんもない。まあ、まあ、僕の着てる方にはついてます。そうついてるんですけど、そう。多分翔平 TV だ、翔平 TV で、ほら、あんじゃん。はいはい。あれをカラーで、一回にポンって、シレットとか。重ね塗りしないで済むってやつ。そう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 。っていうのがあるらしいんですよ。刺繍のワッペンってちょっと値段がいくので、ね、予算がないときはこういうカラーキャンでやる人がいる。今ね切ってくれるの、周りを周りの丸を、本当だ、なんか動いてる動いてる。そう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 、今カットが動いてる。これもね、勝手に動いてくれる。これ2個目に行った。アイロンで跳ねる自分の好きなもの。完成。すげえすげえすげえ、すごいっすね。かっこいい。かっこいい。めっちゃかっこいい。はい、こちらを
プレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントのナイア公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。